どうも、トズルです。はい、今日はですね、クラッシュロワイヤル、こちらの方やっていきたいと思います。ついにですね、かなり欲しかった、このクロスボウのカード、ゲットすることができました。エピックっていう種類のカードで、レアリティがエピックでね、一応このクラッシュロワイヤル、レアリティ、普通にカードがコモン、通常のカードと、レアカード、そしてエピックカードというね、3種類のカードがあるんですが、その一番いいエピックカードである、しかもかなり強い、クロスボウをゲットしました。普通にね、これで出てきました。フリーチェストで。左上のね、フリーチェスト1日1回ぐらい引けるんですが、それでペコッと出てきてね、早速使ってみようと。私まだ使ったことありません。これね、かなり強いんですよね。何が強いって、この前弱体化多分入ったらしいんですけど、強すぎて。何が強いってね、相手の防衛施設まで届くんですよね。相手のユニットだけじゃなくて、非常に強いです。で、この前ね、ちょっと動画見てて、コメントで、アドバイスいただいて、なんて言われてたかな。バルキリーとドラゴンを私入れてたんですけど、どっちかでいいよって言われたんですよね。で、しかもコストが少し高すぎと、今アベレージコストが一番右上に出てるように 4.3 なので、ちょっとコスト減らそうかなというところですね。どれ減らそうかな。このロケットもでも強いからな。ロケット400ダメージ与えますからね。ロケット、悩みどころだな、これはすごく。ちょっとロケットを、どうしようかな。こいつとか、こいつちょっとレベル上げちゃいますか。スケルトンのレベルを上げて、これ1ですからね、スケルトン。スケルトン4体出すのに、1エリクサーしか使わないので、ちょっとこいつを使ったちょっと細かいこういった戦術でやっていきたいと思います。ババーチャースケルトンみたいな感じでね。ああ、ドネイトしたいけど、ホグライダー持ってません。ホグライダーもね、強いらしい。ホグライダーとプリンスがね、陸部隊では強いらしいんですが、私は持ってないんですよね。結構ね、レジェンドカード、アリーナ呼んだ。アリーナ呼んで、なかなか来れないんで。アリーナによっては、もらえるカードが違うんですよね。相手の方が結構今回は格上だと思います。負けないように頑張ります。とりあえず4体、ああ、インフェルノタワー来た。インフェルノタワーも強すぎて修正入ったカードの一つです。ちょっとね、インフェはちょっとどうしよう。ちょっと時間稼ぎましょうかね。相手が動くまで。よし、来た。あ、ホグライダー来た。ホグライダー来たよ。あ、よし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 、オッケーオッケー。相手にね、あれがいるんで、なんて言うんだろう、こいつ。スケルトンいるんで、あれか、ウォール爆弾か。ん?ウォールブレイカーか。ウォールブレイカーっぽいやつが結構いっぱいいるんですよね。ぽいやつがね。お、来た。クロスボウついに来ました。ちょっと待ってよ。クロスボウとりあえず。あ、でもこうすると、やられちゃうかも。やばい。バルーンにやられてしまうかも。今出し方ミスった。あー、ミスった。これはかなりミス。痛恨のミスした今。ね、バルーンがね、強いんですよ。ちょっと待ってよ。これはよく見ないと。今のクロスボウは大ミスした。でも、戦況は互角ですね。いい感じ。よし。オッケーオッケー。インフェルノタワーがギリギリ届く。インフェルノ強すぎだろ。今見ました皆さん。インフェルノの威力たるや。やばいな。あ、来た。最強ユニットの一つである、プリンス。ちょっと待ってよ、やばいぞ、これは。バルーンにね、攻撃させとくとね、もうすぐやられちゃうんで。やばい。どう行こう。よし、ここでかぶせる。うわ、うまい。相手今、早かったですね。このクロスボウで。あ、来た、ホグライダー。よしよしよし、数で押せ。オッケー。悪くない。ああ、おってやられた。どうでしょう、これ押し切れる。ああ、でも相手も強いな。相手も強いカード持ってる。しかもうまい、普通に。まあ、クロスボウ立つのにちょっと時間かかるんですね。よしよしよし。このまま押したい。このまま押したいぞ。
ロッキー悪くないよ、悪くないよ。悪くない、悪くない。よし、これ決まったでしょ。決まったでしょ。あと一撃、あと一撃。いけ、いけ、いけ、いけ。うわ、いかない。マジか。惜しかった。あーこれやばい、これ結構やばい、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 そう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 、そうだろう、そうだろう、あーやられた。マジか、マジか、悔しい、悔しいです今のは。うわー勝てたな今、惜しかった。いやー今のは惜しかった。もう一回やろう。ちょっとクラウンチェストが今7なんで、あと3つ稼ぐとね、クラウンチェストゲットできるんですよ。うわー今の悔しい。本当にかなり相手ホグライダーとかね駆使してていい戦いできてたんですけどね。いや結構これね、なんか読み合いが大事らしいんですよね。相手が次何を出してくるかっていうのを読んで、それに対してもう先に出しておくっていうのが、出しておくっていうか、それに適したカードを出していくっていうのが非常に重要になってくるということです。よし、やばい、右から来た。これはちょっと予想外。あ、右のバーバリアン結構やられるな。今のスケルト一瞬でやられたんだけど、私。結構ね、こういう細かい系ダメなんですよね。細かい系強いんですよね。やば、右結構やられた。うわ、結構やられましたね。対して私は左そこまで攻めれてないっていう。いや、これ右行かれたかも。ギリギリ、これちょっとどう攻略していこう。ちょ下手すぎ今のは。とりあえずこっちの、あの相手のバルキリーやっつけてクロスボウ立てましょうか。バーブリアン行こう。相手がユニット出せないうちは細かいのガンガン出していくべし。細かいのにね対策できなかったらマジで攻撃力高いんで。ちょっと待ちます。あ、落とされた。ちょっときついなこの戦い。よし60秒、こっからだ。こっからですぞ。よし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 、これで同点まで持っていけるはず。 OK、 このまま行きたい、このまま行きたい。うわ相手も来たな。相手も一気に来ましたね。よし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 、相手のキングかなり削れてます、クロスボウによって。あと10秒。よし、これは延長戦かな。よしよしよし、悪くない悪くない。よし、クロスボウ。これ勝ったんじゃない、これ勝ったんじゃない。よし、来た来た、オッケー、ナイス。よし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 。いや、いい試合ですね。グッドゲーム。いや、こんな感じで、勝ったり負けたりを繰り返しております。はい、ということで、じゃあ最後にせっかくなんで、クラッシュ、なんだったっけ ?TB ロワイヤル見ていきますか。ちょっとね、TB ロワイヤルこう見たら、やっぱりね、ユニット、お、通信が悪い。大丈夫かな。ユニットが結構固まっちゃってる気もするんですよね。やっぱ今、強いキャラクターっていうのは、ある程度ね、固まってるのかな。お、ゴーレムいる。初めて見る。ゴーレム見ていきます。赤チームにゴーレムいましたね。ゴーレム私使ってるのまだ見たことないです。結構ね、この上のチームにいるガーゴイルのなんかかっこいいバージョンのガーゴイルあるじゃないですか。
これが強いんですよ。6体ガーグエルかな、多分。さあ、ウィザードと、上の方、赤チームはウィザードとスケルトンで、スケルトンでうまく盾を作りつつ、ウィザードで攻撃という感じですかね。おお、ライトニング、うまい。今のライトニングで一気に相手のウィザードを吹き飛ばしましたね。全然まだね、ライトニングとか出てきてすらないから、どんな呪文なのかわかんない。お、来た、ゴーレム。青チームゴーレム使いまして。おお、すげえかっこいい。なんかむっちゃ、首輪がいかついけど、首輪が犬みたいだけど、むっちゃかっこいいね。どう行くんだ、どう行くんだ。結構左側危なそうですけどね。あ、これに対してガーゴイル。やっぱソロユニットの細かいのって必要なんですかね。ガーゴイルとかやっぱ使いやすそうですよね。右からのそのそと。いや、これ結構ゴーレム危険じゃないですか。やっぱゴーレムといえど、そこそこ削られますね。その、なんていうのかな。クラコ、あ、でもマイトするんだ。分裂するんですね。あの、クラクラのゴーレムほど、こう、安心感はないけど、でもしっかりこうやって分かれてしかも破裂ダメージもあるんだったら、やっぱ強いですね。普通に。普通に強い気します。でね、クラロワのウィザードは、結構体力もあるんですよね。そこが違うところですね。撃たれても結構何発かは入れれることができるんで、こんな感じで。やっぱウィザードが強いのかなというところです。範囲攻撃もできて火力高くて、射程も長くてね、体力もそこそこあるっていうユニットなんで、ウィザード結構強いですね。うわ、ゴーレム面白いな。破裂ダメージがさっき見た感じちょっと結構あったんで、あれですよね。相手の陣まで持っていくことができれば、その破裂ダメージだけでもダメージ結構、おお、来た。やっぱクロスボウ安定の強さですね。クロスボウ今安定の強さでした。いや、でもお互いすごいですね。お互い相手が出した、ユニットに対して、ね、すぐに一番嫌なユニットを出してきてますね。これどっちが勝つんだろうな。青チームもこのまま負けなさそうだけど、どうなんでしょう。とりあえずゴーレム、あ、そこに出すんだ。いや、そこに出したら結構やばいんじゃないの？どうなんでしょう。ちょっと私にはこの戦術の意図がわかんない。いや、これはもう赤が勝ったでしょ。さあどうだ、あと10秒。まさか、まさか。おお、おっと、ここで同点。すげえ。さあ、青チームあとね、右下77しかないですが、こっから行くのか、どうなんだ。まさかまさかの大逆転。お、ありえる、ありえる、ありえる。すごい、すごい、すごい。おー、来た。すげえ。さっきの、じゃあ、あのゴーレムが効いたわけですね。一番下で出した、なんでここで出すかわかんないって言ったゴーレムが最終的に相手を射止めました。ここまで見てたのか、すごい。はい、ということでね、かなりいろんな、あれ？はい、こうやってね、トップレベルの攻めを見ることができますよ、ということで。まあでもね、これ見て別に学ぶことあんまり私のレベルではまだないんですよね。これ見たら、レベル10がマックスなんですかね。バーバリアンとかみんな、レベル10なんで、レベル10までがマックスっぽいですね。はい、ということで、私も結構ね、バーバリアンとかレベル高く、なんていうのかな、ハイレベルな戦いでも使われてるみたいなんで、私もね、ちょっとバーバリアンとアーチャーのレベル、特にバーバリアンのレベルを、重点的に上げていこうかなと思います。はい、ということで、今日は結構クラッシュロワイヤル長々とやってきましたが、いかがだったでしょうか。またね、クラッシュロワイヤルクラロワの動画撮っていきたいなと思います。もうちょっと練習しないとな。クロスボウせっかくゲットできたんでね、しっかりクロスボウを使うタイミングとか、相手のね、バルーン対策をちょっと考えたいなと思います。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。